12分29秒、奇妙なものが飛び出ている。ちょくちょくしてますよね。俺早く言った？え、言ってなかった？分かんない分かんない。うわ、うわ、しまって、めっちゃ怖い。そういうこと？わーらないな。なんで？本日もね、相当ありますと。大体5、6個動画あります。多いね。おお、結構いくね。最近ね、調査班役やってますけど、結構これ調査班ですかみたいなやつ多く。あーそうね、なんか、えげつない現象が結構多いんで、ちょびっとだけね、ビビってるんですけど、皆さんも盛大にね、最近の調査班レベル高いんで見てください。はい、はい。一つ目の動画がサイコパス班、遺体がマネキンと勘違いされたトラウマ事件。1分48秒、声が二重になっていると。男性がそう呼んでいたと。何が恐ろしいのかってところですよね。1947年1月15日、あ、なんか喋ってる。そう、なんか喋ってる。喋ってる。あーってやつ。じゃあ違う、なんか女っぽい人さえって、あと起きるんで喋ってる。え、嘘。ガチ喋ってる。男性がそう呼んでいたと。何が恐ろしいのかってところですよね。1947年1月15日。おお、いたい。最初からじゃないんだよ。最初からいきなりガンってついてくる。これはね、機械ですね。機械。二つ目の動画は事故物件で赤座間のとこで高齢術をした動画です。はい。結構コラボ系って現象多いよね。うん、確かに。過去もそうだったね。あんまりコラボしないんだけど。やっぱよそもんが嫌なんだろうな。まあ、そういう系だろうね。それかより賑やかだから楽しくなってる。4分45秒でドアに影が動くと。で、それで多分ちょっといいですか。うん、誰か女の声聞こえてません？マジ？いや聞こえてない。よく聞こえない。俺はやばい。全然聞こえない。大丈夫ですか？マジ？いや聞こえてない。よく聞こえない。俺はやばい。全然聞こえない。大丈夫ですか？あ、でもなんかちょっと引いてる感じするわ。右側にこうスーって。黒いの？そう、なんかスーって動いてるけど、これみたいな大きさではないけど、なんとなく動いてるかなっていう。俺らの見てるとこが違う可能性はある。なんでかっていうと、いいねがえげつない数だったんで。この反応で、その ES はあんまつかないから。まあそうだね。分かりやすいのが割とつくもんね。そうだね。見てるところ違う場合は、まあ、Twitter で教えていただけると助かります。はい。8分34秒、うなり声が聞こえる。ちょくちょくしてますよね。え？ちょくちょくしてますよね。え？ちょくちょくしてますよね。え？おお。てか2個鳴ってるね。いや、そうだね。その前にも鳴ってる。なんか2回って苦しむ系多くない？ね。そうだね。低い声のね。違う霊が住み着いているのかもしれません。もう開かずの間にいるのかもしれないし。そうだね。9分10秒。右のリュックだけ揺れている。何も聞こえないようにしてる。あ、聞こえた。めっちゃ動いてる。ほんとだ。一番右だよね。はい、てかこの現象がカメラが一瞬こう。ねえ、ぼやけるよね。あ、聞こえた。一眼だったらあの動きありえるのよ。オートフォーカスでこう距離までちょっと動くんよ。一眼は。でも俺らビデオカメラなんでズームになる動きは勝手にしないんですよ。そうだ、手動だもん。こういうのはないよね。そう、ぼやけんの。そう、ぼやけるのはありえるけど、壁がもろすぎて揺れてるとかじゃないじゃん。誰も後ろ行ってないから。確かに。まあしたら左も動く。そうそう、動く。全然による。割となんか危ない現象の可能性高い。12分2秒でまたうなり声です。ん？て今ブラッて、今ブラッて、今ブラッて、今。いやこれ拾わんの。やば。俺らには聞こえてないんだよ、誰も反応してない。最近の調査班ホラーのコメント欄とかで、この声確かに1ヶ月前はなかったんだけどなみたいな。そういうのね、あるよ。やっぱ強い。こんだけ見てる調査班の人とかなら逆になかったっていうのも覚えてる。
12分29秒奇妙なものが飛び出ている。俺早く言った？え、言ってなかった？分かんない分かんない。うわ、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 しまって、めっちゃ怖い。どういうこと？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 気づいてる俺らから結構やばいよ。うん、だって他の人になってないもん。俺早く言った？え、言ってなかった？分かんない分かんない。うわ、うわ、エフェクトで色はつけてるでしょ、うん、でこれは感じないやってると思うんだけど、ここがね、おかしいんだよね。でっかい顔にも見えるし、それが顔じゃないの、それ。それが口で頭あって、その跡がないんだよ。ほんとだ、ないの。ほんとだ、ほんとだ。あんな黒いやつないの、うん、動いてないの。めちゃくちゃ顔に見えない、このちっちゃいの。これ口で顔の下でしょ、これ。そうそうそう、ほら、顔の下に顔、これ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 、ほんとほんとほんと、めっちゃ顔いい。え、てか、さっき角みたいなあったけどさ、ないんだ。わかんないわかんない。おかしくない？確かに。何それ？それは何だろう？ないんだよ、元が。こんなのは悪魔がなんかボーンっているみたいな。このエフェクト今までいっぱい使ってきたけど、こうなることは一回もなかったから、うん、ないね。何か霊がね、いたのか、それとも開かずの間に近くて何か現象を起こしたのか、とりあえずおかしいなことは間違いないです。はい、13分3秒、女性の声がします。じゃあ見ろよ、こっち向けなり、見ろよ、こっち向けなり、見ろよ、こっち向けなり。うわぁ、してるわ。うわ、影通ってない。大きさおかしくない？ちっちゃいよね。ちっちゃい、ちっちゃい。子供ぐらいの大きさの影が歩いてる。で、その直後に、うえーみたいな。一気にやばい現象2個起きて入ってるけどね。やばいな。影歩いてて、声入ってる。いや、見えろ、こっちも。なんか言ってんだよね。言ってるね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 。25にしますか。最初木かな、なんか今普通になんかにぇーみたいな、うん、なんかぐっちゃぐちゃだったね。うん、いや見えろ、こっち向けない。ちょ待って、やばい、ちょ待って、やばい、ちょ待って、やばい。俺気づいてるね。あ、ほんとだ。あ、ちょっと待ってさ、うん、うわ、正義だけ聞こえてたから。だから俺がカメラセットしてんだよね。うん、あ、じゃあ近かったんじゃない、カメラで後ろから聞こえてるんだよ。だからさ、聞こえてんだよ。あ、うわ、拾えよ、しないんだ。難しい。そっちだね、難しいって。テクニックじゃなくてね、耳の問題。皆さんと違うが YouTuber、うん、俺らこれも聞かなきゃいけない。そうそう、に1個あるんだよ。だから助かってるっていう、調査班の人がいるおかげで。続いて、未だに説明がつかない裏七不思議がマジでヤバい。10分21秒女性の呼吸音がします。あなた次第です。誰が信じる？誰が信じる？誰が信じる？また正義気づいてたんじゃない今。まあ、そうだよね。ちゃんとやれよ。あの顔でね。わかるよ、あの顔。結構だ。結構大きかったよ。俺メイン編集しないから。いやいやいや、ちょっとあの音が苦手なように。確かに音苦手だよね。いつもね、調査の一人だけ聞こえてないこと。このパターン結構あるんだ。地図から消えた呪われた海でヤバすぎる手形が映ってしまった。1分23秒低い声が入ります。ヤバいよりかな。ね、結構ね、嫌なのよ、この子ね、嫌なのよ、この子ね、嫌なのよ、この子。ああ、これは分かるというか、これ分かるんだ。これは分かる。あ、だから高い音が入ってこないんだね、ヘルツさんの音が。あ、そういうことか。低いのが入ってくる。そういうことか。低いのが入るんだ。高いの聞こえてないもんね。いや、本当に聞こえないんだ。聞こえたから。
続いて我々が最も恐れていたものが映り込みました。8分22秒で子供の声です。え？どういうこと？聞こえないよ。怖いんだよ。怖いんだよ。怖いんだよ。正義がめちゃめちゃふざけて笑う時みたいな声の動画を見てんだよね、多分ね。動画の声じゃないのかな。それにしてはなんかマックから出てる感じじゃないよね。だとしても女の声っておかしいよね。確かに。それでは本日ラストの動画です。説明のつかない怪奇現象が起きました。1分ですね。はい、はい、カーズの上に不自然な影が通るみたいです。4分57秒声聞こえる。4分57秒声聞こえる。いや、そう、ここっぽい、この形っぽい、そう見えるね。だって影だったらここに重なってるのおかしいから、裏から出てるから、ここに遮蔽物がないと無理だから。やばいやつじゃん。いや、これ気持ち悪い。だから影じゃないのよ。これが俗に言う心霊現象です。俗に言わなくても怪奇現象なんだよ、これ。おーおーってなんだよ。7分1秒、突風のような音。44秒、舌打ちが4秒、舌打ちが4秒、舌打ちが突風とか引きずってるような音なんか。もしくはなんか排水溝に流れる水が流れる。見えない足とかでやろうとしたって考えても、こんな音は出ないでしょ。出るわけない。でもこんなにでけえ現象が起きまくってるこの家で、なんとかネタ作ろうと思って頑張ってやってんのが、足から鳴らす音だったら、マジでおもろい。毎回そう。てかまたあれだね、カットの後もまたいでる。またいでるパターンか、そこ。じゃあまた後から出てきたパターンですよ、これ。9分44秒、舌打ちが4秒、舌打ちが4秒、舌打ちが自然すぎて、なんかなんとも思ってない。意味わからんやん。普通にカットが入ってる。普通に怖いポイントだよ、これ。ということで、本日はこちらで終わりです。影と喋ってるやつが一番ヤバかったかな。そう、俺あとあれだな、エフェクトかかってた。あれ、結構なんか不気味だった。不気味だよね。いつも調査ありがとうございます。ありがとうございます。改めてやっぱえげつないなということで、少しでもえげつねえなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そろそろいろいろお仕事してまして、その後に出張ホラーナイト行きたいと思いますので、はい、お楽しみですね。はい、はい、どこ行くんだろうな次は。さようなら。さようなら。1月15日。ちょくちょくしてますよね。ブラって。いや、こっち向けないですか。怖いんだよね。